Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealthAll exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy.この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power?You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome, welcome, welcome. Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 今日はこのエピソードの前にとっても大切に大切に温めてきた、プログラムのお知らせをしたいと思います。I am so excited to share this. Okay, are you ready? で、私は今まで、どのぐらいかけてきたのかな2年ぐらいなのかな、もう2020年の終わりからヒューマンデザインを学んできました。で、2020年の終わりにヒューマンデザインっていうことの存在は知っていて、でもまあ実際にお勉強始めたのは2021年なんですね。で、終わりぐらいで、そこからずっとずっとまずはお勉強して、まずは自分ですよね、まずは自分に落とし込んで実践して、でその後に今度はその実践しているもので自分が学んだものを今度は受講生さんに教えるんじゃなくて、まずは自分が受講生さんにその自分の学んだものをツールとして使って、そこで結果を出すっていうことをずっと続けてやってきました。 And I am finally ready to share this wisdom with you. で、はあ、このプログラムは Embodied Energetic Essence といって、一人一人が生まれてきて一人一人が持っているユニークなエネルギータイプっていうものを Human Design っていうシステム、ツールを使って理解をしていきます、okay? で、このプログラムはまずは自分、このプログラムで私がすごい思ってることは Win for you, win for her, win for all。もうまずは自分にウィンする、そしてそれが他の人にもウィンをして、それがもう全体でウィンをするっていう感じで私の中では思っていて、でどういう意味かっていうと、まずこのプログラムっていうのはまずは自分が最初に自分でガイドをして、自分が自分の光になる、でそれができるからこそ他の人にもこうライトとしてリードすることができる。でそれをやっている自分ってやっぱりもう一番最大限、本当に魂の使命を最大限に発揮しているその自分だと思うんですね。でそれをするために自分が生まれて持ってきた魂の、まあ、ソウルマップとも呼ばれているものであって、自分のエネルギーのエッセンスを理解する、それをすることですでに自分が誰であるかということを思い出して、誰か別の人になるんじゃなくて自分が誰かっていうのを思い出して、自分がすでに生まれ持っている
ギフト、そしてパーソナルパワーを自分に落とし込んで体現された知恵、私はこれをね英語ではEmbodied Wisdom と呼んでいます。それを信頼することで外側から答えを求めずに自分で自分のこう進むべき道だったりだとか、まあ、このポッドキャストを聞いてる人はねビジネスをやってる人なので自分で自分の自分に合う戦略っていうのを理解する。でそれで今度はそれができるからこそ他の人にもこのエナジェリックエッセンスっていうものを使って他の人もこうクッキーのカッターに入れてみんな同じ方法でガイドするんじゃなくてお客様のエネルギータイプに合った方法で一人一人をガイドできるようになる。そして最後にそれをするからこそ自分の皆さんの持っているこうサービスだったりだとか、まあ、商品というよりかサービスの方が強いと思うんですけどもサービスっていうところでこう、エナジェリックエッセンスを理解してそれを自分のサービスにも落とし込んでユニークさだったりとか差別化をしていくっていうことができます。 Okay, so that's why I say it's a win for you and win for her. That means win for all of us.Okay? で、まあ、この詳細は私のポッドキャストのショーノートに貼っておきますのでぜひどういうものか見てほしいです。で、このプログラムは他のものと何が違うかっていうともちろんエナジェリックエッセンスで一番大切にするレッスンっていうのがヒューマンデザインのレッスンで、それプラス私はやっぱビジネスっていうところを教えていて、でただビジネスを教えるんじゃなくて魂としっかりとコネクトして調和しているビジネスっていうところで Embodied Business っていうプログラムのレッスンもついてくるし、あとはこのヒューマンデザインってただ単に学んだだけでも全然意味がなくてそれをどういうふうにして使っていくのかっていう Embodiment Work 落とし込む自分のエンバリメントとそれを今度は今まで勝手に自分で条件付けしてきたことをそれをもう解読してもう Deconditioning 条件付けてきてきたことを壊してで新たな自分が本来持っているギフトっていうものをしっかりとこう最大限に出せるような自分になるっていうねそこもサポートしています。であと、まあ、私のこのプログラムでユニークなのがまず一番初めのレッスンで何を学ぶかっていうとまずはこのエナジェリックエッセンスのガイドをどういうふうにしてお客様にサービスとして提供するかいち早く投資の一部が戻ってくるようにレッスンをします。 Okay, so that's very unique. でも私はそれだけこのガイドこのツールっていうのが本当に価値のあるものだっていうのも分かってるからこそもちろんこれを学ぶ人たちにもうすぐに他の人にでもこう売れるように学んでほしいのでそれもついてきます。Okay? まあ、この辺で詳細は全て書いてあるんですけれども今私が言った中でその Win for me, win for you, win for her, and win for all of it、ね、だから自分のセルフマスタリー、セルフエンパワーメントそして自分のエンバディードリーダーシップエンバディードビジネスエクスパンションですね、この3つ自分で自分をマスターして自分をエンパワーメントできるで今度は自分で自分を導いてリーダーシップっていうのを自分で体現するそしてビジネス自体も誰かさんが言ったことをそのまま真似するとか自分の合わない戦略をするんじゃなくて自分に合った戦略っていうのを落とし込んでで自分の魂とつながるビジネスを拡大していきたい人このプログラムでを取るとその3つを、達成することができます。 Alright, soFor just for a couple days、ね、2日間このポッドキャストがリリースする頃にはもうあと数日かもしれないんですけれども、今プリセールこのプログラムはもう一番新しいプログラムなので第一期生の人のスペシャルプライスっていうのも用意しているのでぜひぜひこのリンクを見ていただければ、それがどういうものかっていうのが分かると思います、okay? でスタートの日ですけれども12月の11日からオフィシャルにスタートします。Alright, I cannot wait to welcome you. Okay. ではでは今日のエピソードなんですけども、このエピソードは私がやった2日間のアクティベーションエクスペリエンス。そこで、Oh my gosh, by the way, if you missed it, I'm sorry, but hopefully I can do that again. もしも体験できなかった人、That's okay. またどこか、またいつかこの機会を
作ろうかなっていうふうに思ってます。 It was so good. 2日間でかなりの人がこうなんかアイディアとかインスピレーションが降りてきましたっていう人もいれば、また新たな気づき、でももっと深い気づきがあったとか、Oh my gosh, there are so many things. やっぱ考え方っていうところで、今まで考えてたことっていうのに、自分が考えてたことが本当に正しいんだっていう意味でこう火がつきましたとかね。いろんなメッセージをいただきました。So thank you. I know that this is gonna help you even more.今何か感じたことがもっと倍になって帰ってくるってことはもう絶対分かっています。OK。で、このね、マスタークラスはもうすでにね、このポッドキャストがリリースする頃にはおそらく、録画のアクセスはないと思いますが、この今からね、リリースするものは、ビデオは、Facebook のコミュニティ、Deep Rich Soul コミュニティっていうところに残しておきますので、もしもポッドキャストバージョンじゃなくて私のビデオでエネルギーを感じたい方 Go to that group で、もしもボイスだけで感じたい方、私が今からこれをリリースします。で、このメッセージ、最後のアクティベーションどうしてシェアしようかで、シェアしようと思ったとか、その辺はもうすべてこのこれからリリースするそのエピソードっていうか、なんていうの、このメインのエピソードっていうところで聞きますので、ぜひぜひ楽しんでください。もしできたら目をつぶって聞いていただけるといいなっていうふうに思います。 All right, there you go. 私がアイデアとかインスピレーションをもらいに行くというか、インスピレーションってどこから来るかっていう話をデイ2でしたと思います。で、オープンヘッドね、またはクラウン、上の一番上のところです。が、オープンな人は大体インスピレーションっていうのは、こう、外から来るよっていうことをお話ししました。でね、私がよくインスピレーションが落ちてくるというか、入ってくるときっていうのは、シャワーを浴びているとき。まあやっぱね、何も考えていない無のときなので、もちろんシャワーを浴びているときもそうだし、あとは、やっぱこう、自然に触れるときですね。触れるって実際にタッチするとかではないけれども、自然があるところを歩くとき。なので、私の場合は、まあジェネレーターっていうのもあるから、やっぱこう、エネルギーを常に発散させるためにも、私はもうジョギングを朝ね、毎日しています。で、犬4匹いるので、犬の散歩がてらっていうのもあるんですけれども、しています。Okay? で、それで、アイデアがね、まあ、アイデアというか、これ多分、チャンネリングっていうのかな、こう、メッセージがポーンって降りてくるんですよね、やっぱり。で、そうすると、そこで、まあもう、ライブをしようと思っても、ちょっと犬がいるとライブもできないし。で、メッセージをね、だからなるべくそういう時はね、撮って、っておくんですね。で、私のその取っておくっていうそのメソッドがどういうことかっていうと、ちょっと今携帯つなげちゃったからなんだけども、携帯のボイス、私の場合私は Apple なんですけども、 Apple ユーザーなんですけれども、こうね、ボイスで落とすんですよ。で、それをね、いつだかわかんないけど、このメッセージは絶対にシェアしたいなと思ってて、で、直感で、あ、これは今日ここでこういう風にして、グリーティング最後のね、グバイっていうメッセージ、ありがとうございますの感謝の気持ちを込めて、このメッセージをシェアするってすごい今日感じたので、メッセージをしたいと思います。で、実際に本当にこれ、Oh my gosh, you can hear maybe. No. Shoot us. What is the universe?そう、なんでちょっと声が疲れてるかっていうと、ジョギングしてる時とかだと、なんかよくわかんなかったりするかもしれないけど、まあ、とりあえず本当にこうやってね、メッセージを落とすっていうところが一つなんだけども。Okay, so, going back. で、今日のこのメッセージ、皆さんのハートにどういうふうにこう乗るかは、携帯のメッセージ。ハートにね、どういうふうにこう乗るかっていうのはちょっとわからないけれども、ぜひ、目をつぶって、もしも目をつぶる状態だったら聞いてほしくて。で、これ私いつも英語で必ず考え、ね、英語でもう普段やっぱ生活してるから英語なんですね。なので、何をするかというと、英語でまず先にメッセージを皆さんに伝えます。こう、私がチャンネルしたメッセージっていうのを伝えます。で、目つぶることができたら目つぶりながら聞いててもいいです。で、本当はね、バックでミュージックも流して、
アクティベーションをやりたいんだけれども、ちょっとこれをミュージックでやるとね、Facebook が多分シェアできなくなっちゃうと思うので、ミュージックなしでやろうと思います。で、その後に英語で言った後に日本語でも訳します。でももしかしたら英語がわからなくても、よくこれ言われるんだけども、私英語って全然できないんですけども、なぜか知らないけど、エミさんのメッセージ、言葉とか話す言葉だと結構ハートに入ってきますっていうふうに言ってくれるんで、まあ、一回英語で話をして、で、その後に日本語で伝えたいと思います。Okay? ではでは、Are you ready? 私が何をチャンネリングしたかっていうところなんですけれども、これはまあ歩いていて、で、すごい振り返ったんですよね。この時代、し風の時代に入る、新時代っていうところにシフトをしていって、で、その時に何が起こったんだろうとか、で、2027年になるとまた7年、なんていうの、7年サイクルっていうのが起こるっていうことをね、ヒューマンデザインをこう作った人が言っていて、で、2027年のこととかいろいろ考えていた時に、こうなんか降りてきたメッセージです。OK? だからコロナのこと、私たちが経験したコロナのことをちょっと思い浮かべながら、このメッセージを聞いてほしいなっていうふうに思います。Okay? Are you ready? Universe told us to slow down. Universe told us what is important. Universe showed us what is important. Universe forced us to experience what is important. Yet, as human being, ignore the sign. First, we run into a little bit of fear, but we also enjoy the free time. Many did not realize what kind of gift we received during this time. Many did not learn anythingand forgot about the gift of lesson that we received from the universe. Some, they opened the gift and they learned the lesson, but they forgot about it and then they already went on. Some, they opened the gift and they learned a lesson and they embody the gift.Some, they opened the gift, but they completely ignored. Many of us ended up, kept going and going and going and doing and doing and doing. There are so many opportunities that we could have shifted. We could have changed. We could havedone something else, but we chose the same old. There are so many spaces that we get to receive, but we were scared of having the space, and we ended up kept pouring and pouring and pouring. We did not know what to do with the space, and we kept filling up the space. We kept filling up.For those who ignore the message from the universe, they are more than ever lost, and they are more than ever burnt out right now. Universe, thank you so much for showing us the lesson, forcing us to open the gift. I chose to receive the gift. I chose to embody the gift. Now I learn what it means.To live a life. I came back to my body. I listened to my intuition. Now I am on my mission to remember to do the same. You are never late. You were just on time. Okay, so that was the message that I channel. 犬を散歩しながら。で、英語がわかる人、またはね、英語がわからなくても、なんとなく気づいた人もいるかもしれない。で、これをね、同じ言語、別の言語で、同じニュアンスで私訳すのってすごく苦手だけれども、要するに、コロナのことを思った時に、ユニバースは私たちに、
スローダウンしなさいって教えてくれた。ユニバースは私たちに何が一番大切なのかを教えてくれた。ユニバースは何が私たちが一番大切なのかを見せてくれた。ユニバースは何が一番大切なのかを私たちにもうフォース、right? もう無理やりでも経験させてくれた。Right? でも私たち人間って結局はそのサインを無視してしまった。楽しく、初めの頃は、まあ、フィアっていうものも恐怖もあったけれども、でもこのフリータイムをすごく楽しむことができた。で、そこで、ギフトを受け取っているのに、そのギフトっていうものに気づかなかった。ただ単に楽しんで、楽しんで、楽しんで。で、も、その中で、中にはそのギフトをオープンした人がいる。で、そしてでもそのギフトでそのレッスンを学んだけれども、もう忘れてしまって、今また昔のままに昔のままに戻った人もいる。中にはギフトをオープンして、そのギフトをエンボディした人もいる。または全くギフトは関係なくて、全くサインも無視して、結局昔のまま、そのままの人もいる。で、結局、ギフトっていうのを受け取らなかった人たちにとっては、どういうことが今起きてるかっていうと、We are just going and going and going. もう本当にもう、do, do, 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 do. Go, 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 go. 結局、コロナの前の生き方と同じに戻っている。本当だったらそこでシフトする、変える機会があったけれども。で、そのコロナの時って私たちはたくさんのスペースを受け取った。でもそのスペース受け取ったのに、そのスペースどうしていいか分からなくって、結局はその空いてるスペースにもっと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 情報を入れたり、もっと何かをして頭がパンパンになってしまった。コロナで学んだレッスンを全くギフトとして受け取らなかった人、今になって昔以上にモヤモヤになったりだとか、昔以上に自分を見失ってる人、またはバーンアウトしてる人が増えている。ユニバース、私たちにレッスンをくれてありがとう。私たちに無理やりレッスンとギフトを突きつけてくれてありがとう。私はそのギフトをオープンして、そこからレッスンを学ぶっていう選択をしました。で、だからこそ私の中でこの今生きているっていう意味もしっかりと分かっているし、自分も本当にもっと体にソウルジャーニー、私の場合だったらね、ソウルアウェイクニングがあったのが本当にまさにその辺だから、体、ね、ソウルのところに戻ることができた。そしてもっともっと直感を信じることも練習して、直感っていうことを聞くようになっている。で、だからこそ私は今ここでミッションとしてみんなにも同じようにそこで、学んだレッスンっていうのを学んでほしいなっていうふうに思います。Okay? だから、あ、もうじゃあ遅すぎかなって思う人いるかもしれないけれども、No.You're never late. 遅くないです。今がちょうど正しいタイミングです。っていうレッスンが私の中に降りてきました。まあね、日本語だとちょっと通じないのかなっていうふうに思うかもしれないけれども。うん、How do you feel? どうですか?このメッセージ聞いて。何か感じることはありますか?何か私のメッセージからまた何か皆さんの中でアクティベートしたものがありましたでしょうか?私たちって、まあ、ここでね、このビデオを見てる人っていうのは、大体の人が起業家ですよね。まあ、リーダーだったり、起業家だったりっていう人がいると思う。で、これは私たちはチョイスですよね。そういう道を歩かなくてもいい。でも私たちはチョイスでその道を歩くことにしている。なんで?結局のところみんな何が欲しいかって言ったら、お金とかじゃなくて、結局何が欲しいかって言ったら自由なんですよね。自由。で、まあ、そこのところで言うと、もちろんお金の自由だったり、ロケーションの自由、時間の自由とかだけども、何が欲しいかっていうと、大体は自由。自分の解放。自分も自由にしてあげたい。Okay? We wanted to enjoy the freedom. ただ単に自由をもらっても、自由を手にしても、その自由を楽しめなかったら全然意味がない。Okay? ここがすごく大切なんです。なぜか知らないけど、私たちはその自由を求めて、欲しいなって思ったものを追求するために、この道を歩いてきました。Okay?
でも、なぜか知らないけど、このエントプレニア、この企業っていう、この自分でビジネスをやるっていうのは本当に自由の道、自由への近道だと思って、この道を選んだ人も中にはいるかもしれない。別に近道っていうのはこう、悪い意味で言ってるんじゃなくて、これがその道、そこに行くっていうところでの一番近道だと思って選んだ人だってたくさんいる。でも全然実はそうじゃない。なんでだろうと思った人。Okay. Here is the reason. 私がそのなんでそうじゃないかっていう理由を教えます。Number one, you're not allowing yourself to be free and still trying to do someone's way. 結局、その自分を解放するっていうことが怖い。Why? 結局のところ、その本来の自分っていう、その本来の本来の一番ディープなところとまだ出会うっていう、そこに恐怖がある人がほとんどいるから、だから自分を解放するっていうことが怖い。だからこそ、自分をトラストできない、自分を信用できないし、自分に常にこう疑いっていうことがある。だから結局どうなってしまうかっていうと、外に答えを探しに行く。で、結局他の人のやり方を、まあ、真似したりだったりとか、他の人から教えてもらったものをそのまま形に落とそうとしている。Number two, you're not allowing yourself to shift your identity, to be an employee to an entrepreneur. 結局、エントプレニューになる、起業家としてビジネスをやるっていうことを決めているのにもかかわらず、その結局自分のマインセットがまだまだ雇われマインドのままになっている。だから、お金とかの収入の仕方も、月いくら、月いくらとかそういう考え方もするし、何か目の前にあることをやらなきゃって言って、そういう働く、働く、働くっていうところ。ビジネスは、it's nothing to do with your doing. 私たちのやることがビジネスじゃなくて、ビジネスっていうのは、私たちのサービスをその乗っけてくれるその乗り物です。Okay? It's not, 私たちのそのやることがに頼ってそれがビジネスになるんじゃなくて、私たちのサービスっていうのもそこにあって自分のものがあって、それをビジネスに乗っけてそれを誰かに届けている。It's a vehicle. Okay? 乗り物。You are half in, so you get only half. Okay? どういうことかっていうと、結局のところ、右と左、ここのね、右と左の、要するにだからブレーキとアクセルですよね。いい時には全てがうまくいってる時に、Yes, let's go, let's go, let's go. でもうまくいかなくなると、その足を引っ張っ、のけ、の、ん?足をこうどけて、ブレーキ止めて、No, no.No, I'm not going there anymore. No, that's dangerous. またうまくいったら、Okay, let's go, let's go, let's go. This is fun, this is fun, this is fun. Nope, it's not working. Nope, I'm not doing this. What is creating this? これは結局自分ができないっていう証拠をクリエイトするだけだし、今までの結局のその自分のパターンをまた繰り返して繰り返して繰り返して繰り返すだけ。The true leader?True leader, the true soulful leader. 本来の真のリーダー。それを乗り越えるんじゃなくて、無視するんじゃなくて、You sit in and acknowledge. まずはそこの自分の中にフィアがあるっていうこと。または何かね、拒否するものがあるとかわかんないけど、何かのこのネガティブというか、ローバイブレーションのもの、ローフリクエンシーなものに気づく。向き合う。accept. 受け取る。で、そこで、とことんそのフィアとか、その恐怖、またはまあ、scarcity 足りないとかね、そういうこととかと、向き合って、それを、まあ、英語では alchemy っていうんですね。alchemy っていうのは、その、ローフリクエンシーなものを、こう、ハイフリクエンシーに変えていく。Okay, so that's embodied knowledge. だから、ブレーキを踏んで、No, I'm not going.No, I'm not going っていう人は、結局その本当のフィアの裏側にある、そのそこにあるギフト、そこにある宝、わからないまま、そのまま、あ、ちょっともう危ない、危ないからちょっとだけ、こう、この危ないそのフィアをこう、ちょっとだけまた乗り越えと、こう、なんていうの。ちょっとだけこう、what's the word? スキップするだったりだとか、ちょっと避けて、でまた、少しずつ、少しずつ、少しずつ。フィアに入ると、もちろんストップとかしてポーズしてこう考えるかもしれないけども、
そこでストップしてたら何が起こるか。結局その fear のエモーションっていうのはそこずっとずっと溜まるだけです。fear だからこそ you move。自分にダウトがあるかもしれないけど、そんな時こそ you move, you shift your energy. That's what I have been doing. だからこそ、そういう私はなんか fear をなくすとか制限をなくすとかっていう、そういう表現ももうしないし、別に fear とか、または、何かこう自分のことを責めちゃうとか、自分のことを信用できないとか、そういう気持ちは人間だからあることは当たり前。True leaders know.How to lead themselves. 本来のリーダーは自分でその状況を自分でリードするのを知ってるはず。自分で自分をヒールするのを知ってるはず。I faced with this. 私はそれをずっとずっと向き合って、今でも向き合って。ジャーニーはずっと続いています。And I will going forward. もう向き合うしかない。もう決心して向き合って。で、だからといって、じゃあずっとシャドウのままにいるかって言ったら全然そうじゃなくて、もちろんライトのところだってあるけれども、シャドウのところだってあるし、ライトのところだってあるし、その道のりっていうのは、どっちの道をとってもそこにはビューティー、美しさっていうのがあるし、結局その道を歩いたときに、じゃあまたその1年後にその自分のストーリーをどういうふうにして、私のことをこう信用してフォローしてくれてる人、私をリーダーとしてフォローしてくれてる人にどういうふうにして伝えるか。That in between。そのスタートがあって、ゴールがあって、こことここの話をしたら、私たちのその私のことを私のところから学びに来てくれてる人、私のエネルギーと波長を合わせようとしに来てる人。They are not gonna learn anything. 始めました。結果が出ました。No. Here. This in between. この間が一番ジューシー。一番ジューシーのところ。Right? So I'm willing to go through this as a leader. As a leader, I am willing to be the light. As a leader, I'm willing to stand even if it's raining, even if it's like horrible hurricane. ハリケーンの時だって、雨降っていたって、いつでも私は自分で自分のライトを照らして前に進む。そうすれば、私の後ろを歩いている人、または本当に後ろって言っても2、3歩かもしれない。または真横で一緒に歩いている人かもしれない。They get to walk with me. 初めは私のライトを頼りにするかもしれないけれども、そのうち私がガイドの仕方で、その人たちは自分のライトがあるということに気づいて、その人たちもライトになる。So then, as a sisterhood, we become the light for others. Okay? So, 結局はそういう unknown っていう、わからない。これの先が見えない。unknown っていうところを避けて、アンノーンっていう分からないところの方が怖いから、だったら知っている苦しさの方の道を選ぶ。そういう人たちが結局、今一番苦しんでいる。Right? だから、ビジネスをしようとしてなんでうまくいかないんだろうとか、なんで結局スランプに落ちるんだろう。Well, because you're choosing the same thing over and over. 同じ道を結局同じところを選んでるから、結局同じ道を歩いてるのに別の結果を出そうと思ったって結果出せるわけがない。今までの道のりが皆さんの今の結果を出すことができたけれども、また次のステージの結果を出すにはまた同じ道を歩いたって何も結果は出ません。Especially for the next stage. Okay? So, the amount of freedom and money we get to receive is limitless. But you are not willing to be responsible for all the work you need to put in. 私たちが受け取れるお金っていうのはエネルギー。だから I'm gonna call it energy. It's limitless. もう制限無限大のエネルギー、豊かさっていうのを受け取ることができます。でも結局のところ、なんでお金が稼げないか、なんで収入につながらないかっていうのは、それは結局、It's not about what we do. It's who we are. 私たちのあり方っていうところにあって、だから結局その銀行の残高っていうのも私たちの今のそのあり方の現れ、そのままのディレクトの現れでもあると思う。リーダーシップの仕方もただ単に表面的なリーダーシップで知ってるものをそのまま落とすだけのリーダーシップなのか、それとも depth、right? 深いところまで行って自分のエンボディルボイスを自分の体現していることをしっかりとお客様にガイドして、クッキーカッターの箱に入れてガイドするようなやり方をするんじゃなくて、しっかりと自分の経験を活かして、その人のことをしっかりとトラストしてあげて、で、その人たちをガイドする。Right?
で、そういうことをするっていうことは、そのリーダーシップのレベルっていうのもとっても深いです。で、それができる人はもちろんそこにはそのエネルギーの循環っていうのも出てきます。Okay? で、結局のところ、you're afraid to receive。受け取るのが怖い。お金をこう稼ぐとか、お金、make money。お金を稼ぐとか、何かをこのチャージするっていう方が怖いのか、それとも受け取るのが怖いのか。私たちはそのチャージをするのが怖いっていうふうに思うかもしれないけど、実は私たちは何が本当は怖いのかって言ったら、it's the upper limit。上の上限というか、受け取ったらこれ以上できるのかな？受け取ってこれ以上もっとできるのかな？ It's a pressure. You're giving yourself a pressure. Okay? So, more peace for you are? これは私がもう本当に苦しみながら学んだことです。はっきり言うと苦しみました。More peace for you are? 自分の内側にピース、安全、安心、安堵感っていうものをもっともっとクリエイトすれば、money feels safe to come to you。お金はそこに、お金さんがそこに、あ、ここに来るっていうのはとっても安心だなと思って来てくれるわけ。Why? もしも私がピースフォーな状態じゃなかったら、あ、お金入ってきた。OK。I have to save it.Don't move.Don't ever go anywhere. または自分の中で feel safe じゃなかったら、来てそこに感謝っていうのもできなくて何が起こるかっていうと、来てまたすぐに何かに出てったとしますよね。出てったっていう言い方もあんま好きじゃないけれども、出てった時に自分が peaceful な状態じゃないと何が起こるかっていうと、You're gone again. Okay, well you came but you're gonna go anyway. So what's the point? Why do I appreciate? Why do I have to love you? No. You come, thank you. And have fun. Thank you and have fun. I receive and I give. I receive and I give. Receive and give. Thank you and more please. Thank you and more please. Thank you and more please. ありがとう。そしてもっと欲しい。ありがとう。もっと欲しい。It's okay to say that. That is all for today. そして今までね、このレッスンを聞いていただいてどうもありがとうございます。これはまたポッドキャストにしてでも、リリースしようと思っているので、また耳でね、このアクティベーションだけ聞きたかったら、ぜひ聞いてほしいなっていうふうに思います。あ、メッセージを残してくれてありがとうございます。Yeah, this is beautiful. Yeah, I love it. Thank you, Shoko-san. Alright, well, thank you so much for listening to this. And if you decided to join my brand new program, I am way beyond excited. 今までにオファーしたことないプログラムだとやっぱ自分もすごくワクワクするし、やっぱ本当に一緒にこのスペースをクリエイトしていきたいなっていう気持ちもすごくあるから、たくさんたくさんエネルギーの交換をしたいなっていうふうに思っています。 So trust me, this system, human design system, it's gonna change your life. I can say this, it's gonna change your life.皆さんのライフを本当にチェンジすることができると思う。For you and for her and for all of us. 自分にもそうだし、自分にもそうだし、その自分のお客さんもそうだし、自分の家族もそうだし、自分のパートナーもそうだし、周りの人もそうだし、私は周りの人でフリーコーチングはっきり言うとたくさんしました。フリーコーチングっていうかフリーリーディングっていうのかな、ヒューマンデザインのねリーディング、そんな深いところまでやらないけれども、だいたいベーシックのところを抑えればみんなオーマイガーシュってなるわけなんですよね。だから私のジムナスティックスの家族のチャートなんてもう何回も何人の人の読んだかな、わかんないけど I don't remember how many、 すっごい家族で5人家族の人がいるんだけども、5人のみんな読んで、で今までは長女、その人の長女じゃない、次女か、次女の子がもういつもいつも怒る、もういつも爆発する、いつも爆発する、だからそれもうどうしていいのかわからないって言った時に、私も分かったんですよ。あ、oh, she must be a manifester。 絶対マニフェスターだと思った。 OK。 でそれを説明して、でなんでね、その子とお母さんが対立するか、お母さん実はマニフェスターだった It is so funny. Anyways, so yeah, I am very excited that you get to know this. That's it. Have a wonderful day, and I cannot wait to welcome you. Thank you, thank you, thank you. Bye.